はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員忽那良治でございます。メール党員さん大募集であります。読んでるだけで知能が上がります。地方議員候補、支部長大募集決定済み。足立区江東区世田谷区中野区豊島区北区西東京市八王子市浦安市草加市所沢市富士見野市草加市2回書いちゃった、山梨県甲府市以外でお願いいたします。一旦決まった地域をですね、後からいい人来たななんつって差し替えるようなことはいたしませんので、早い者勝ちであります。よろしくお願いいたします。7月22日昨日ですね、官邸前朝っぱらやった安倍総理国葬反対集会、探すと見つかる漢字の間違いということで、こんな連中が参加してたらしいんですけど、国葬あがめろ上めろ意味が全然わからない。あとですね、右側に国葬反対安倍晋三を許さないでプラカード持ってるやついますけども、安倍晋三を許さないから国葬反対なのかよくわからない。きっとこいつらはですね、鳩山由紀夫や菅直人を、あるいは C 和夫とか国葬にしようって言った時は反対しないでしょうね。今は法的根拠がないとか言って反対しておりますけれども、実はあるんですけどね、バカで理解できないだけで、安倍晋三っていうだけで許さないんだって。ヘイトスピーチそのものですね。あとこちら、漢字の間違い、動員されたくないって書いてありますけど、動の漢字が間違っております。ネットの反応です。日本語の不自由な方たち、やっぱ外国人か外国人の政治活動は禁止されてなかったっけ。小学生レベルの漢字を間違うのは義務教育を日本で受けていない証拠。安倍じゃなくて安倍って書けるんだ、上等な部類。他人の葬儀にどうしてここまでヒステリックになれるのか全く理解できない。まあ日本人には理解できませんよね。安倍って漢字で書けてる、偉いね。周囲が指摘しないとこ見るとみんな同じ漢字レベルなんだろうな。手本にしたのがもともと間違ってる説、こいつらのおかげで安倍さんの偉大さを再認識できるなと。動員された外国人であるって考えるのが自然ですけれども、IQ70 以下の日本人って可能性もありますね。IQ70 っていうのは一つの基準になっておりまして、 IQ70 以下は普通の学校行けない、普通の小学校中学校行けない、特別な学校に行きなさいっていう基準境目が IQ70 なんですよね。周りが指摘して書き直しもしていないっていうことは全員このレベルと。福島みずほを含めて、現場には福島みずほもいましたんで、出回ってない画像の提供もありました。主催は総掛かりの連中だって。総掛かりっていうのは戦争させない救助を壊すな総掛かり行動実行委員会って長い名前なんですけど、連合の一部と全労連の一部が参加、つまり共産党系と社会党系ですか。でね、連合の一部の事務所はお茶の水の連合本部の中にあるんだって。何回か抗議外線行きましたけれども、参院選挙中もね、連中にもいるんだな、中にな、総掛かりのやつな。ということはよ、立憲と共産の選挙共闘を推進したのはこの総掛かりの連中じゃないか。なんせ連合の一部と全労連の一部が絡んでますからね。公式ホームページが2015年から更新されておりませんでした。おじいさんたちデジタル弱いのかもしれないな。外国人を動員しないと数が揃わないほど高齢化したのか。マイクを握るですね、引退した総掛かりの委員長、文都高田健。なんで文都なのかわかんない。文都って組織で
その昔活動してたやつかもしんない。高田健っちゅうやつらしいです。福島みずほのメガホン持ってる女が、今の総係の責任者の菱山直子、八王子在住、30過ぎぐらいの女性であります。左側のおじいさんが総係専属カメラマンの神根ってやつだって、これはあの事情通から画像提供を受けましたんでね、忙しい福島みずほとニュース用映像をゲットした NHK が離脱後、まあこれあの朝8時半から朝9時半までっちゅう変な時間にやったもんですから、福島みずほの用事があったのかな。まああの人参議院議員に当選しましたけど、忙しいかどうかは分かんないですけどね。連中は新宿西口に移動したそうであります。そこに出動していた全労連のでっかい街宣車ね、まあ共産党ですよ。連合の街宣車は来てねがったな、サボったのかな。上りこんなのありますけど、ユニオン平和とか憲法共同なんとかとか平和憲法なんとかとか、一目で赤ってわかるですね。それをですね、ガードレールに縛り付けております。全部公共物に勝手に上りを設置する軽犯罪法違反だが、警察は面倒なので取り締まらないと。ここにいるのがですね、いつの間にか改憲反対とか掲げちゃってるですね、まあ総係、上りが多い団体の上りがめちゃくちゃ種類がある。これ、本当は、一つの組織なんだけど、総係っていうからには、いっぱいの、組織の賛同があるようにした方がいいかもなっつって、旗だけかもしれないな。いつの間にか改憲反対っていうのに趣旨が変わってる、頭の悪そうな、おじいさん、おばあさんたち。このうち何人が日本人なんだろうなーっていう面であります。メール党員様にはこの画像も お送りしてます。新宿西口国葬じゃなく検証とか書いてる、まあおじいさんおばあさんたちがうごめいておりますけれども、何の検証か本人たちにも分かってないんじゃないか。おじいちゃんもうやめてって感じなんですけどね。こうやって一般人に理解してもらえない行動を繰り返して、ますます孤立していってですね、国葬中止を求めて、あんなに頑張ったのに、日本政府、残念、もう195カ国に招待状出しちゃいました。産経の独自報道ですね。ネットの反応です。やめられない、止まらない。プロ検討士の割に素早い対応で評価する。発表前から水面下では実施で動いていたから、台湾入れたのか、じゃあ中国欠席か、確定事項に反対デモとか、これも予定に組み込まれてるのかな。国葬、安倍さんの国葬には反対デモやる予定だからみたいな。もともと海外需要向けのイベントだろう。外国も準備期間はいるもんな。まあ、誰を派遣しようかとか、何人派遣しようかとか、どういう日程で派遣しようかとか、まあ、準備期間いりますもんね。早めに通知、招待しといた方が、国葬はいいけどテロが心配だな。テロには屈しないという強い姿勢をアピールする最善の方法、世界的イベントになっちゃって左翼ちなみだと。あんなに頑張ったのにね。福島みずほと NHK あんなに頑張ったのにね。警備は奈良県警に任せた方がいいのかな。無能の代名詞と言われてますけども、各国要人多数でテロが心配ですね。武道館って守りやすかったかな。工事の時に使う壁作ってですね、高さ3メートルぐらいの壁作るじゃないですか。ビルの解体とかさ、そういう時にさ、武道館を覆っちゃったら出入りを厳しくチェックしたら、金属探知機とかさ、その他を駆使してさ、全体覆わなくても別にいいや、出入り口、だけでも覆っちゃって二重のチェックしたらインデネーベが、プーチン来るって言ったらどうすんのっていう疑問に対してですね、外務省入国を拒否すると回答したそうであります。理由としては、すでに700人以上のロシア人を入国禁止にしており、その中にプーチン大統領も含まれる。ウクライナ侵略を容認していると
受け取られかねない、いうふうに答えたそうであります。ネットの判断です。まあ来ないだろうな、そもそも来ないだろう、さすがにこの状況じゃ無理、じゃあなんでわざわざ通知出すの、まあポーズですよ、ポーズ。プーチンがいたら多くの国が参加拒否するだろう。日本で暗殺されちゃったらメンツ丸つぶれだから。戦争中の国の最高指揮官が国を離れるわけがない、そういえばそうだな。最近ますます暗殺を恐れて居場所を周囲にすら教えず引きこもってるって噂ありまして、日本国内にも可能ならプーチンをこの世から排除したい人間はいっぱいいるでしょ、亡命ウクライナ人とかさ。ロシア政府もちょっと前に岸田総理、いや林外務大臣を含む国会議員500人ぐらい入国禁止にしてたし、これは話すことなど何もないっていう意思表示なので、そもそも来ないでしょうね。半分断交ってなってます。行くつもりだったのに、日本が拒否ったって大騒ぎしたらね、ロシアがね、じゃあ来れば、ゲス顔ってしたらいいですね。押すなよ、押すなよ、いう芸で、まあまあ拒否されたって来たら、いいよ来ても、手のひら返して言ったらいいんだねえの、どうせ来れねえからね。ロシアに甘い顔するとですね、 G7 が出席拒否しそうだし、そうなるとまあ台無しですよ。今までここまで歩調を合わせたんだね。統一教会被害対策チームを立ち上げた立憲民主党、政治家との関係は追及しない、被害を主眼として調査検証を知るだそうであります。ネットの反応です。よほど都合が悪いようだな。自民じゃなくて民主がズブズブだったか。お前んとこにもツボいるもんな。ツボっていうのは統一教会で売ってる高い高いツボだそうであります。なんか先祖の悪さが、降りかかってくるのを払うツボがなんかいて何百万もすんだって。所属議員がズブズブなのが分かったんじゃね、そういうのは対策チーム立ち上げる前に調べろよ。一瞬だけやる気出したのかと思ったらやっぱり気のせいだった。自民以上に超ズブズブだもん。いつものこいつらで安心した。思いつきでチーム作るのやめてもらえませんかね。豊島区議会議員古坊智夫さんは統一教会信者で奥さん韓国人であります。石川大河の選挙の応援に入っていました。教会のですね、どんどん子供産んでそいつも信者にしろっていう教えを守ってですね、古坊さん子供が4人、立憲の石川大河の選挙応援してました。自民が邪教教会とズブズブってんなら、立憲はそれ以上にズブズブだってことですね。自分の首を絞めることになるので、とってもとっても政治家と邪教の関係追及なんかできません。対策チーム立ち上げで、おって思った方、いつものこいつらでした。一瞬でも期待したのは気のせいです。ご愁傷様でした。本当にクソの役にも立たない税金泥棒集団って書かれてましたけど、クソは立つんですがね。ついでに白昼に竿も出すしね、こいつらね。クソの役にも立たない、クソも立ちます、失礼なって言い返したらいいんじゃないか。というわけで地方議員候補大募集であります。我が党から立候補してください。デトックスジャパン。